拳の花堀達夫春の奈良へ行って、足火の花盛りを見ようと思って、途中木曽路を回ってきたら、思いがけず吹雪に会いました。僕は木曽の宿屋でもらった絵はがきに、そんなことを書きながら、汽車の窓から猛烈に雪の降っている木曽の谷々へ絶えず目をやっていた。春の半ばだというのに、これはまたひどい荒れようだ。 その寒いったらない。おまけに車内には、僕たちの他には、一緒に基礎から乗り込んだ、どこか当時にでも出かけるところらしい、商人風の夫婦連れと、もう一人、厚ぼったい冬街とを着た男の客がいるっきり。でも、揚げ松を過ぎる頃から、急に雪の勢いが衰えだし、どうかすると、パーッと、薄火のようなものが、車内にも差し込んでくるようになった。 どうせこんなバカバカしい寒さはここいらだけと我慢していたがみんなその日差しを慕うように向こう側の座席に変わった妻もとうとう読み差しの本だけ持ってそちら側に移っていった僕だけまだ時々思い出したように雪がふんふんと降っている木曽の谷や川へ絶えず目をやりながらこちらの窓際に強情に頑張っていた どうも、今度の旅は、最初から天候の具合が奇妙だ。悪いと言ってしまえばそれまでだが、いいと思えば本当に具合よく言っている。第一、昨日東京を立ってきた時からして、かなり強い吹き降りだった。が、朝のうちにこれほど強く降ってしまえば、夕方、基礎に着くまでにはと思っていると、昼少し前から急に小降りになって、まだ雪のある貝の山々が、 そんな雨の中から見え出した時には、何とも言えず、すがすがしかった。そうして、品の境に差し掛かる頃には、おあつらえ向きに雨もすっかり上がり、富士見あたりの一帯の枯れ原も、うごのせいか、何か生き生きと蘇ったような色さえ帯びて、車窓を過ぎた。そのうちに今度は、彼方に、基礎の真っ白な山々が、くっきりと見え出してきた。その晩、 その基礎福島の宿に泊まって、明け方目を覚ましてみると、思いがけない吹雪だった。飛んだものが降り出しました。宿の女中が火を運んできながら気の毒そうに言うのだった。この頃どうも癖になってしまって困ります。だが雪は一向苦にならない。で、今朝も今朝で、そんな雪の中をついて、僕たちは宿を立ってきたのである。 今、僕たちの乗った汽車の走っている、この木曽の谷の向こうは、すっかり春めいた、明るい空が広がっているか、それともうっとうしいような雨空か。僕は、時々それが気になりでもするように、窓に顔をくっつけるようにしながら、谷の情報を見上げてみたが、山々に遮られた狭い空中、どこからともなく飛んできては、盛んに舞い狂っている、無数の雪の他には何にも見えない。 そんな雪の胸部の中をさっきから時折出し抜けにパーッと薄日が差して着出しているのである。それだけではいかにも頼りなげな日差しの具合だが、ことによるとこの雪国の外に出たら、うららかな春の空がそこに待ち構えていそうな塩梅にも見える。僕のすぐ隣の席にいるのは、この辺のものらしい中年の夫婦連れで、問屋の主人かなんぞらしい男が何か小言で言うと、 首に白いものを巻いた病針らしい女も同じくらいの小声で相づちを打っている。別に僕たちに気兼ねをしてそんな話し方をしているような様子でもない。それはちっともこちらの気にならない。だがどうも気になるのは一番向こうの席にいろんな格好をしながら寝そべっていた冬街灯の男が時々思い出したように起き上がっては、 床の上でひとしきり足を踏みならす癖のあることだった。それが始まると、その隣の席で向こう向きになって自分の街灯で足を包みながら本を読んでいた妻が僕の方を振り向いては、ちょっと顔をしかめてみせた。そんな風で三つ四つ小さな駅を過ぎる間、僕は相変わらず一人だけ木曽川に沿った窓際を離れずにいたが、 そのうちだんだんそんな雪もあるかないかくらいにしかちらつかなくなり出してきたのをなんだか残り惜しそうに見合っていた。もう木曽路ともお別れだ。気まぐれな雪を。旅人の去った後ももう少し木曽の山々に降っておれ。もう少しの間でいい。旅人がお前の雪の降っている姿をどこか平原の一角から振り返ってしみじみと見えることができるまで。 そんな考えに自分がうつけたようになっている時だった。ひょいとしたはずみで僕は隣の夫婦連れの低い話し声を耳に挟んだ。今向こうの山に白い花が咲いていたぞ。何の花けあれは拳の花だで。僕はそれを聞くと急いで振り返って体を乗り出すようにしながらそ,っちがそちら側の山の葉にその拳の白い花らしいものを見つけようとした。 今、その夫婦たちの見た、それと同じものでなくとも、そこいらの山には、他にも拳の花咲いた木が見らればすまいかと思ったのである。だが、それまで一人でぼんやりと自分の窓に持たれていた僕が、急にそんな風に、きょときょとと、そこいらを見回しだしたので、隣の夫婦の方でも何事かといったような顔つきで、僕の方を見始めた。僕はどうも照れくさくなって、それを塩に、 ちょうど僕と筋向かいになった座席で相変わらず熱心に本を読み続けている妻の方へ立って行きながら、せっかく旅に出てきたのに本ばかり読んでいる奴もないもんだ。たまには山の景色でも見ろよ。そう言いながら向かい合いに腰掛けてそちら側の窓の外へじっと目を注ぎ出した。だって私などは旅先ででもなければ本もゆっくり読めないんですもの。 妻はいかにも不満そうな顔をして僕の方を見た。うーん、そうかな。本当を言うと、僕はそんなことには何も苦情を言うつもりはなかった。ただ、ほんのちょっとだけでもいい、そういう妻の注意を窓の外に向けさせて、自分と一緒になって、そこいらの山の葉に真っ白な花を群がらせている拳の木を一、二本見つけて、旅の哀れを味わってみたかったのである。そこで、 僕はそういう妻の返事には一向に取り合わずに、ただ少し声を低くしていった。向こうの山に拳の花が咲いているとさ、ちょっと見たいものだね。あら、あれをご覧にならなかったの妻はいかにも嬉しくってしょうがないように僕の顔を見つめた。あんなにいくつも咲いていたのに、嘘を言え。今度は僕がいかにも不平そうな顔をした。 私なんぞはいくら本を読んでいたって、今どんな景色でどんな花が咲いているかぐらいはちゃんと知っていてよ。なに、まぐれあたりに見えたのさ。僕はずっと木曽川の方ばかり見ていたんだもの。川の方には、ほらあそこに一本。妻が急に僕を遮って山の方を指した。どこに僕はしかし、そこには、そう言われてみて、 やっと何か白っぽいものをちらりと認めたような気がしただけだった。今のが拳の花かな。僕はうつけたように答えた。しょうのない人ね。妻はなんだかすっかり得意そうだった。いいわ、またすぐ見つけてあげるわ。がもうその花咲いた木々はなかなか見当たらないらしかった。僕たちがそうやって窓に顔を一緒にくっつけて眺めていると。 七海のまだ枯れがれとした春浅い山を背景にしてまだどこからともなく雪のとばっちりのようなものがちらちらと舞っているのが見えた僕はもう観念してしばらくじっと目を合わせていたとうとうこの目で見られなかった雪国の春に真っ先に咲くというその拳の花が今どこぞの山の葉にくっきりと立っている姿をただ心の内に浮かべてみた その真っ白い花からは今しがたの雪が溶けながらその花の雫のようにポタポタと落ちているに違いなかった。